太陽め、今日はまたやけに眩しく照らしやがるぜ。やっぱり俺はモグラかな。土に穴開けて生きていくしかダメなんだな。我慢すんなよ。今思い切って生き方変えなきゃさ、一生ズルズルっといっちゃう。年取りは取るほど穴から出られなくなるだけだもんね。しかしね、1万2000円じゃ学校どころか食えねえもんな。父ちゃんのんきでいいな。そうよ、銭がなくなりゃ稼ぐ、稼いだら使う。これがね、労働者ってね。人生なんてこと考えたことあんのかい。人生ってのはな、子供を育てることだ。じゃあ俺もう育っちゃったから、父ちゃん人生卒業しちまったんだな。ご隠居か。バカ野郎、お前なんかまだまだ俺の手元で仕込まなきゃ、日本中どこ行っても通用する小舟にならねえ。ねえ、憲法にはね、国籍離脱の自由ってのがあるの。日本が嫌になった。うん、時々ね、ポリネシアの島へでも住みたくなる。俺はもうこんな日本無宿みたいな生き方飽きたよ。どっかへ落ち着きてえや。体一つが資本だからな。それに生きてんのは現在ただいまだけだと思わなきゃ、地球の穴ぐらいは潜れないさ。百姓が明日に未練を残しすぎんのも事実だぜ。じゃあなぜ学校行こうなんて気になったの。わかんない。明日を信じるからよ。このままじゃいけないって思い始めたのよ。明日を信じなかったら進歩も発展もないわ。